皆さんおはようございます。テクニカルアナリストの森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきます。よろしくお願いいたします。今日は6月の23日の木曜日でございます。お題はこちら。 日米株反落、信用倍率、危険で急激な変化、逆か、えー、でやっていきたいと思います、えー。昨日の振り返りをした上で、信用倍率にね、急激で危険な変化が起こりました。割ったらやばいのはここだなというところを共有させてください。冷やしのボリンジャーバンドプラス MacD で、各種のテクニカル分析も行っていきます。ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。ということで、このチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのチャート分析を必ず毎朝7時目標で更新をしていきます。皆さんと一緒に株を考えていくチャンネルです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 お願いしますでは早速昨日の振り返りからやっていきましょう日本株ですが3指数揃っての下落となりましたで共通していることはプラスでスタートしたことでザラ場でマイナスに行ってしまったことそしてほぼ安値で引けていることちょっと心配だなというふうに思いますね えー、昨日ようやく反発しました東京エレクトロも下落、日経ーキ値下がり目ガラスの方が多いという状況でございます。コロナの新規感染者数、おとといが1万5000人に対しまして、昨日は1万7000人、2000人増えると、ちょっと心配だなというふうに感じました。 アメリカ株価、こちらも3指数揃って小幅なマイナスということになっております。こちらの共通点としましては、マイナスのスタート、プラス圏に触れました。そして結局マイナスに転じて終えましたということですね、になっています。ニューヨークダウのヒートマップ見てみると、エネルギーがすごい下げてますね。他は高いやつ、まちまちといった感じでしょうか。ナスタック役のヒートマップ見ていただいても、まあ、目立った動きはそこまで大きくはないかなというふうに思います。ただマイナスまで転じてしまったということですね。それらを踏まえた為替コモディティです。うん まずは日経先物のプラスの55円ということになっています。カオセドレンが136円の23銭まで来てますね。原油が105ドル。これは結構下がってますよね。ビックスが29.0を30割ったのはひとまず良かったかなと思います。債券利回り3.154。これもだいぶ下がりましたね。小型株、ソックス指数も反落といった感じになっております。暗号資産に関しましては今日も下がってますね。またビットコインが2万ドル割るか割れないかというところまで来ております。 では見ていきましょう。信用倍率に急激で危険な変化。終わったらやばいのはここだということで話をしていきたいと思うんですが、まずは今朝の日経新聞だけ読んでおきましょう。あのパウエルさんの発言があったよということですね。ただ無難に通過したよということで、前日終わりには上回る場面もあったんですが、積極的な利上げに伴う景気懸念から売りが優勢。やはりこれを無難に通過しても、 利上げに伴う景気懸念からの売りっていうのがどうしてもね断続的に出てしまうっていうことなのかなというふうには感じています。日経新聞の続きです。インフレ率目標2%の目標に戻すことに協力に取り組むっていうパウルさんの発言ですね。まあ、今まで言っていたこととずっと同じなんですが、やはりまインフレ次第、インフレが収まらなければ利上げはやめないっていうことになりますから、まあ、警戒したほど高派ではないとはいえですね、やはり利上げに伴う景気懸念というのは根強いということだったのでだらだ。 下げる一応こんな感じですね、パウルさんの発言、ここ、23時からスタートして、ここから上げ幅拡大していったんですがえ、3時ぐらいからですね、ぐーっと下げてしまいまして、結局、マイナス圏で終わってしまったということになってます。まあ、そうすると、やっぱ日本株もね、え先週1回安値をつけて、月曜日にかなり安値をつけましたけれども、そこからちょっと戻しを試しに行くかっていうところで、昨日は反落だったわけですよね。買いが続かなそうだっていうところが、なんとなくわかると思うんですが、そうなると、ちょっとまずいんじゃないかななんていうふうに思いました。 えというのは、まずこちら、JPX が発表される、東京、名古屋、西町の信用改ざん、売り算のデータなんですが、金額ベースで見ますと、改ざんが1613億円増えてます。で、売り算が951億円分減ってます。という感じが出ました。要は、買いが増えた、おしめ買いを行ったことが多いだろうということです。これが先週の金曜日までですね。安値をつけたのはちょうどここかな。この、あ、ごめんなさい。月曜日。 1> に1回つけてるんですけど、す週でですねで週間ではこの週で6.69%下落していることを考えますと、まあ、急落が起こったタイミングでおしめ買いを行った人が多いんだろうなっていう、そういう個人投資家が多いんだろうなってことがわかるんじゃないかなと思います。じゃあ個別で何で増えたのかっていうと、やっぱりレバレッジ ETF ですね。日々まあ売買代金ランキング、トータルで見て、やはりトップに入ってきますので、それで見ていたらですね、先週分6月17日までの週の分で改ざんが、これ 倍増してるんですよね。かなり増えたなといった感じでございます。で、信用倍率もですね、1倍台から5倍台まで増えたということですから、これはかなり重たくなった。 上値が重たくなったっていうことですね。下で買った人が多い。押し目買いをした人が多いということが言えます。一方、まあ、いい面もあって、えー、下でですね、ダブルインバースを買っていた人たちが、改ざんが減ってますから、利益確定をしたっていう面も、まあ、もちろんあるとは思うんですね。うまく立ち回っているとは言えると思います。で、今後、これが上がっていったら、個人投資家の取った戦略は大正解ということで、センチメントが改善していくんですが、仮に安値を割ってしまったら、この ね、買った人たちがみんな含み損になってしまう、センチメントが悪化してしまうリスクっていうのが非常に高くなっちゃったってことも言えると思うんですね。なので、まあ、これはぜひ押さえておきましょうということです。レバレッジ ETF の、これは出来高も伴ってみると、指数だとどうしても出来高がちょっと映らないので、出来高を伴ったところを見てみるとですね、これが火曜日ですね、一貫急落、急落というふうに起こった、ここで出来高が少し増えてます。そして金曜日ですね、ここでも出来高が増えてますので、まあ、この火曜日、金曜日、金曜日の安値、ね、 終わってくるとですね多くの人が ほぼ含み損になっている。で、月曜日はかなりそのリスクが高かったんですが、なんとか取り戻した。ここでもまだ、まあ、おしいが入ったのかもしれないですね。になっています。で、その他の主要銘柄に関しましても、例えばソフトバンクグループ、これも改ざんが急増してるんですよね。信用倍率2倍台から8倍台まで増えた。出来高が一番多いところで見ると、金曜日ですね。2安値がつけてますが、ここではおしめ買いがかなり入っていたんだろうな、なんていうことが想像つきますので、ここを割ってしまったらまずい。 ここを割らずに超えていけばよいということになります。東京エレクトロン。東京エレクトロンに関しましては2週間連続でもうずーっと えこのように下落が続いていますから2週間連続で改ざんがすごく増えていますねで信用倍率も3倍から8倍13.41倍これが増えれば増えるほど上値が重たくなってしまう下で押し目買いをするさらに下がるみんな含み損になる戻ったら利益あのトントンでやれやれ売りをするみたいなね戻り売りをするみたいなことが起こりますから上値が重たくなるんですが出来高が多いところで見ると火曜日金曜日 ですね、火曜日金曜日に対して今週さらにですね出来高が増えて月曜日であるとか、まあ、同じぐらいの出来高で火曜日水曜日来ていてで昨日も大きく下落して。 えー、昨日、終値ベースでは安値を更新してますから、まあ、東京エレクトロンはちょっと厳しいよなということがより分かるんじゃないかなと思います。そしてすごく改ざん増加が目立ったのは三井ハイテックですね、えー。こちら見ていただくとですね、信用倍率が2倍から4.98倍まで、えー、信用改ざんがですね、一気にこのように増えて、改ざんのね、増え方もすごい多いんだってことが分かるんじゃないかなと思います。個別で見たときにはかなり多いと思いますし、えー、ここで決算発表を行ってね、決算発表、決して悪くはなかったような気がしてるんですけども、そして実際これ、 線ですから高いところで始まってるわけですよね。で、上ヒゲつけてますから、そこから一回上に抜けてるんですよね。でも、そこから崩れて、そこからずらっと下がってるわけですよね。で、ここでできたかができてることを考えると、ここで増えた改ざんっていうのがずっと引きずられてるんだろうなってことがわかるんじゃないかなと思います。で、こんな感じで、やはりまあ改ざんを持った人で含み損を抱えてる人は一定数いるっていうことがわかると思いますし、まあ、日経平均のレバレッジ ETF でもかなり危険な状態にあるっていうことだけは、ぜひ認識をしておいてください。 このまま上がってくれれば何の文句もないんです。下がってしまった時のリスクがすごく高まったってことだけは意識しておいてください。その上で、信用改ざんの、ね、期限も迫ってきてるみたいな話を昨日もしましたが、まあ、これは一例ですよ。もっともっとたくさんありますが、例えばソニー、東京エレクトロン、キーエンス、レーザーテックも本当に日本を代表する、そして日経平均株価にもそれなりに寄与度が高い、そして時価総額も大きいですから、トピックスへの寄与度も高いような銘柄が、だいたい1月の4日、5日あたりに年初来高値をつけている でそこから見て 21%30% レーザーテック57%下がっていて、まあ、一定数の信用改ざんここで取った人たちはですねある程度解消されていると願いたいんですが6月末で強制決済になる人少なからずいると思いますそうするとこういった名だたる銘柄が揃って期限を迎えるってことは日経平均には下落圧力がかかるということですから、まあ、そういったタイミングでこういった安値ですね5月の安値とか金曜日の安値とかこういった ところ明確に割り込んでくると切らざるを得ない人がさらに増えてくる可能性がありそこは急落を招く可能性もゼロではないえこういったところだけは押さえておいていただきたい。でその上で大きな流れは やはりまだ下を向いているんだ。どちらかというと上に上がっていく抵抗の方が多いので下落してしまうリスクっていうのはそれなりにあるんだっていうことを改めて押さえておいていただきたいかなと思います。あの、どちらに動くと思うという話ではなくて今の信用倍率のデータ事実を確認していただき下降トレンドという事実を確認したときに確率的には下がる方が高い。これもやっぱり事実なんですよね。なのでそこは押さえておいてください。ということで2の動画のまとめです。米株がが反落引き締め懸念が強い中で やっぱ買いが続かないってことが分かりましたそんな中で東京の信用残データが公表されました日本の個人投資家は急落時に押し目買いを行った可能性が非常に高いですそしてレバレッジ ETF の改ざんは倍増していますソフトバンクグループ東京エレクトロン三井ハイテクこれだけではないですがこれで改ざんが急増しているやっぱ主力株でこんな風に出てしまうと日経平均トピックスちょっとなかなか上がりにくそう下がった時に危なそうってことは言えるんじゃないかなと思いますそして多くの主要株が1月に年初来高値をつけていること か信用改ざんの制度信用会の期限切れ6ヶ月という期限がありますからねもしそこまで放置していたら勝手に切られてしまうという期限がありますので、まあ、少なからずあるかもしれない。 ここは仮説ですでもし安値を割れてしまうと急落の可能性があるということですよねもう期限も迫ってるし待っててもしょうがないこのまま急落するんだったら今打っといた方がいいみたいなことが起こりえますのでここから月末まではね結構注意が必要になってくるんじゃないかなというふうに感じていますでは冷やしのボリンジャーバンドプラスマック D を使ってみていきましょうはい、まずは日経平均株価ですマック D で見ますとかなり下の方からはね遠ざかってきた一時的に反発を試しているっていう局面であるんですが昨日は陰線でマイナスということでバンド幅はまだちょっと広がりつつあるんですよね でマック D もまだちょっと下向きになっていますただヒストグラムの色がですね薄い色になっていて徐々にこのね距離感というのは詰まってきているんですがもしも今日下落に転じてしまうみたいなことになるとですねさらにまたヒストグラムが広がっていくリスクがありますからこのまま薄い色のまま2本の線が近づいていくのかそしても赤い色になってもう1回下落を試しに行くのかこの辺今日チェックしていただきたいなというふうに思いますトピクス見ていきましょうトピクスも同じですね基本的には上昇を試している途中だったんですけども昨日の陰線マイナスに転じて 演じているただヒストグラムは薄い色になってまだマックリーは下向きこの距離は詰まってきているがさてどっちに向くっていう感じですねマザーズ見ていきましょうマザーズもですね 今は、マック D、ごめんなさい、ボリンジャーバンドは今のところ落ち着いている。下降トレンドラインは結局超えることができなかった。マック D は下向きになっている。ただ、ヒストグラムの色を見ると、この2本の線は詰まってきているが、果たして今日の終わりでどっちになるか、濃い色になるか、薄い色のままか、そして距離は詰まるか、最終的には上向きに転ずるか、えー、こういったところを確認していただきたいなと思います。ニューヨークダウンを見ていきましょう。ニューヨークダウンはなんだかんだで、要線を2本つけたんですね。マック D も若干横向き、できれば上向きになったかな っていうところまで来てますから、まあ明確に過去トレンドラインを超えてほしいところですよね。S&P 500も見ていきましょう。S&P 500に関しましても、三本目の陽線ですね。 えー、ザラバの動きは決して悪くない。ただ、引けにかけて若干下がってしまった。で、マックリはほぼ横向き、若干上向きまで来てますからね。えー、なので、まあ、このまま少し上昇の流れに乗ってほしいところですが、どうでしょう。いが続かないっていう感じですね。なさく見ていきます。こちらも陽線を3本つけているという感じです。ただ、やっぱり引けにかけて上髭を残してしまったところっていうのはね、ちょっと気持ちが悪いですよね。 マック・リーは完全に上向きですからゴールデン・クロスとかが見れればまたちょっと雰囲気が変わってくるかもしれないなと思います。最後ララッッセセルル見ていきましょうラッセルですが はい、このような形ですね。まだやっぱボリュームやバンドが開いてるってところで、ボラティリティは注意だなと思います。ラッセルに関しましては、まクリーがまだまだ下向きですよね。日経平均やトピックス同様に、この色がもし赤に変わってしまうと、さらにボラティリティが高く、下落を試しに行くような動きになりますので、そこだけ注意をしておいてください。はい、では今日の動画のまとめです。日本株下落上げスタートからのほぼ安値引けということでした。 そして、米株も下落。パウエル発言で上昇したんですが、利上げ、景気減速懸念からマイナス転換までいってしまったということですね。信用残データの話をしました。更新されました。急落時の押し目買いを確認できましたということです。で日経レバでは、信用改ざん倍増して、主要株も同様にですね、信用改ざんが増えている銘柄が多いということですね。その中で、多くの日経銀採用銘柄、もしくは、ま、自家総額は大きな銘柄、主力銘柄で、 1>, 1月4日、5日に年初来高値をつけている銘柄が多く仮に信用改ざんが増えていたならばそこでできていたならばですねそこでまとまった売りが出てくるリスクは少なからずあるだろうというところをぜひ押さえておいてくださいそして安値割れは急落のリスクありということでね主要な安値というのはぜひ押さえておいていただければと思いますまたマック D のヒストグラムの色に注目という話を今日はしましたねマックディの ヒストグラム、あの下の棒グラフが赤い色だと広がってるってことですから、今白色なんで、じゃじゃにね、この下落が和らいできてるっていう段階なんですけども、その色に注目をしてみてください。あとは米株ののが続いていてるので では今日も知らせを入れさせてください。まず先日ね、作った動画、6月21日に公開している動画がありますので、もしよろしければ、アメリカ株の信用取引の解禁の注意点についてまとめた動画ですので、ご覧になってみてください。また本に関しまして、増刷分ということで、書店購入キャンペーンにかなり力を入れております。ね、増刷されて本屋さんで平積みされている様子なんかも僕も見ましたので、もしよければ、書店購入ご検討ください。書店購入していただくと、最新式法を Excel であるとかこの解説動画がくっついてきます、まあ、これがなくてもですね、本を購入するだけで、特典、通常特典というのもありますし、それに対してのサポート動画も充実していますので、ぜひぜひ安心してご購入していただき、ぜひこの Excel のフォーマットを試していただきたいなというふうに思っております。では、今日はこんな感じで終わっていきましょう。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタン、また、明日以降もこのような形で7時目標で更新をしていきたいと思いますので、明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では、また明日テクニカル分析 おしいます。